河合ノ則は、日本の政治家。国民民主党所属の参議院議員。国民民主党参議院国会対策委員長、超党派自殺対策を推進する議員の、会事務局長、遊泳前線政治顧問、民社協会専務理事、東京民社協会長、社会、保険診療報酬支払い基金労働組合特別、顧問。京都府京都市北区生まれ。現在は、 東京都目黒区在住。京都市立紫野高等学校、立命館大学法学部卒業。1987年、定人に入社。1998年から、定人労働組合東京支部長。2002年から、UI 全線同盟東京都支部、運営評議会議長。2005年から、UI 全線同盟政治局、政治委員会事務局長を務める。 2007年、第21回参議院議員通常選挙に民主党公認で比例区から出馬し、初当選を果たした。参議院の常任委員会では、予算委員会を中心に、厚生労働委員会、財政金融委員会、経済産業委員会、行政監視委員会、議員運営委員会に所属する。特別委員会は、初当選以来、北朝鮮による、 拉致問題等に関する特別委員会に所属する。その他、憲法審査会委員、検察官的確審査会委員などを歴任。2013年、第23回参議院議員通常選挙に、民主党公認で、比例区から出馬するも、党内順位8位の得票にとどまり、時点で落選した。2016年、第24回参議院議員通常選挙に、民進党で、 ヒレ区クから出馬し、党内順位5位の得票で正解に帰り咲きを果たし、3年ぶりに国政に復帰した。同年9月、民進党政策審議会会長代理に就任。同年10月、超党派、自殺対策を推進する議員の会事務局長に就任。2017年2月、民進党、森友学園疑惑追求チーム事務局長に就任。 同年3月、民社協会専務理事、民進党、国家戦略特区疑惑追求チーム事務局長に就任。同年7月27日、民進党代表の蓮舫が、同月の東京都議会議員選挙の結果を受けて、辞任を表明。蓮舫の辞任に伴う代表選挙では、前原政治の推薦人に名を連ねた。9月、 民進党国会対策委員長代理に就任。同年10月27日、民進党代表の前原誠司が、同月の衆院選で党を分裂させる形で戦う、原因を作ったことについて陳謝し、隕石辞任を正式に表明。前原の辞任に伴う代表選挙では、大塚公平の推薦人に名を連ねた。2018年1月、 参議院予算委員会筆頭理事に就任。同年3月、民進党東京都連の臨時大会で立憲民主党に入党した長妻明会長の公認として民進党東京都連会長に就任。同年5月7日、民進党と希望の党の合流により決闘された国民民主党に参加。5月8日、 国民民主党の選挙対策委員長代理に就任した。同年5月、国民民主党政務調査会財務金融、総務部会長、税制調査会筆頭副会長に就任。同年9月、国民民主党総務局長、国民民主党企業団体副委員長、選挙対策委員長代理に就任。同年10月、国民民主党政務調査会厚生労働。 文部科学、消費者部会長代行、国民民主党組織局長代行に就任。同年12月、全国交通運輸労働組合、総連合交通運輸政策研究会事務局長に就任。2019年5月、東京民社協会長に就任。2020年9月1日、河井ら国民民主党の産業別労働組合の支援を受ける。 組織内国会議員9人は立憲民主党と国民民主党が合流する新党に参加しないと決めた。その後、玉木雄一郎代表ら国民民主党の合流、不参加組が結成した新しい国民民主党の参院会派、国民民主党、新緑風会に参加し、9月24日、無所属のまま国民民主党の参議院、国会対策委員長に就任した。 2020年10月20日、国民民主党に提出した入党届が、両院議員総会で受理され、入党した。ありがとうございます。